ンテルが富安武博を諦めきれず、今冬23億円でアーセナルから強奪へ。A メディア TBR によると、インテルはインザーギ監督と合わないドイツ人 DF やナウレル・ビセックの代わりとして、富安武博の獲得に乗り出しているという。アーセナルは富安について1260万ポンド約23億円の金額をつけているとされ、完全移籍の買取義務付きのレンタル移籍でも説得できる可能性がある。アーセナルの1月の優先事項はチームの弱点である9番の補強であり、富安を売却することができればビクトル・ゲケレッシュ、もしくはジョナサン・デイビッドの獲得可能性が高まる。富安はボローニャで評価されて今日に至っているわけだし、セリエ A もあり。インテルなんて超強豪で CL はほぼ確実に出場できるし、これ以上アーセナルにいて怪我ばっかするなら移籍はあり。日本人に対して悪くないイメージを持ってくれてるインテルなら、富安もそこまで負担なくプレーできると思いますね。アーセナルに馴染んでいるし残ってタイトル争いに貢献したいところだけど、何せ怪我が多すぎる。ただそれでも諦めずに抱えてくれるアーセナルに対する恩義もある。インザーギが CB の一角として富安を欲しているのなら移籍した方が良い。この報道は今回が初めてではないし、インテル側は本当に獲得したいんだろうな。そもそもインザーギとビセックが合わないは違うと思います。どちらかというとアチェルビとデフライが年齢的に抜けた後のことで富安がリストアップされているのでは？カラフィオーリがどういうプレイをするかかな。カラフィオーリが富安並みのプレイできて、しかも怪我もしないなら金額次第で放出される可能性は高まる。プレミアに残って怪我されるよりよっぽどいい。やっぱ日本人としてはシーズン通して戦う富安が見たい。